ライトのカットのメガネが最高だぜ、肩こり取れたぜ、という話は置いといて、どうもマサックです。本日はですね、どんな時も Wi-Fi をレンタルすべきではない人をご紹介します。こちらがですね、どんな時も Wi-Fi なんですけれども、どんな時も Wi-Fi の詳細につきましては前回の動画をぜひご覧ください。どんな時も Wi-Fi のレンタルに向いていない人、1つ目、スマートフォンを落としがちな人。これはね、どんな時も Wi-Fi とかだけじゃなくてね、ポケット Wi-Fi、 こういうレンタル Wi-Fi とかね、こういう携帯の機器ですね、それを使ってる人に共通して言えることなんですけど、こういったどんな時も Wi-Fi とか、こういう Wi-Fi 機器とかもね、繊細なものですから、デリケートなものなんで、よくスマートフォンをね、こう落としたりしてしまう人とかいると思うんですけれども、そういった人は、ほぼ間違いなくこれも落とします。完全に個人的な意見ですけど、間違いなくこういった機器、スマートフォンとほぼ同じ大きさだからね、これも落とすでしょう。落とすと当然ね、故障の原因にもなりますし、場合によっては完全に使えなくなっちゃって、新品と交換しなきゃいけない、その場合またお金がかかってしまいますから、そういう人はですね、こういったストラップとかをちゃんとね、持ち歩くときはこう手につけるとか、もしくはスマホリングをここにつけたりとかしてね、そういった工夫が必要になってくるでしょう。どんな時も Wi-Fi をレンタルすべきではない人、2つ目、重いデータを送受信する人。これもですね、前回の動画でお話ししましたけれども、上り下りがやっぱ当然ポケット Wi-Fi なんで遅いですね。例えば動画編集をする人ですとか、ウェブデザイナーみたいにこう大きなね、サイトデザインとかをですね、フォトショーとか、イラレとか、プレミアプロとかアドビの製品とかを使ってですね、データの送受信、アップロード、ダウンロードを行う機会がある人にとってはですね、やっぱりこれだけだと遅いです。前の動画にも言いましたけど、僕個人的にもウェブデザインとかたまにバナー制作とかしてますけれども、やっぱり重いデータの時は送受信、アップロードの上り下りがですね、こう遅く感じます。普段は会社でですね、こうデータを送受信やってるんで、こちらを使わないんですけれども、どうしてもこう外出先とか、カフェとか違うところでですね、これを使う時はですね、ちょっと大きなデータだと時間を、多く割きますね。大体10分もかからないんですけど、個人的には普段使ってる中では、どうしてもそのちょっとせっかちな方とか速さ重視してる人にとっては、どんな時も Wi-Fi よりも違うポケット Wi-Fi とかの方がまだ上り下りが早い端末とかもあると思うので、ぜひそっちを、おすすめします。どんな時も Wi-Fi をレンタルすべきではない人、3つ目、物をなくしがちな人。これが1個目 の、 そのスマホを落としがちな人にもちょっと共通するんですけれども、物をなくしがちな人はこれもなくす確率が高い。やっぱこれぐらいのサイズはね、なくすよね。なくさないコツとしては本当に単純なんですけれども、いつもその例えばリュックとかで、荷物とかにね、これを詰める時とかは、決まった場所、指定した場所にですね、必ず出し入れするとか、毎回違う場所に入れていくと、どこに入れたっけなっつって結局なくしちゃったりする確率とかも高いので、決まった場所に置くとか、決まった場所に入れるとか、そういった工夫が必要かなと思います。どんな時も Wi-Fi をレンタルすべきではない人、4つ目ですね、めんどくさがりな人。どんな時も Wi-Fi 大体1日使ってれば、充電持つ方なんですけれども、やっぱ使用していくごとにこのバッテリーとかも劣化していくので、充電の、持ちとかがね、もちろん減っていくっていうのは大いに考えられるんですけれども、やっぱりこまめに充電しなきゃいけないっていうところと、めんどくさがりな人だとやっぱりね、充電するのすらこうだんだんめんどくさくなってきてしまいがちなところがあるので、そういった人はね、家だけで普段使うとかであれば、もうこういうのを普通に使わずにですね、家の光回線とかをこうパッて引いた方が、自分のね、収入とか、毎月の支出、固定費のところも照らし合わせてみて、そっちの方がいいんであれば、そっちの方が、断然スピードとかもね、そっちの方が早いと思うので、おすすめしますし、バッテリーのやっぱ劣化を防ぐには、やっぱ寝る前とかね、全然使わない時間帯の時とかも、必ず電源をオフにした状態で充電すれば、まだその、バッテリーの劣化っていうのが遅くなるというか、防ぎがちになるということも、公式サイトの方に載っていたので、そういったこまめなところとかね、そういったちっちゃいところの積み重ねで、より長く、使うことができるので、そういったことができない人は結構、おすすめできないのかななんていうのもちょっと個人的には思います。あと一応2年縛りなんで、2年のうちに解約すると、お金がね、
1万円以下にはなりますけど9000円ぐらいだったかな、それぐらいかかってきますので、まあ、2年以上は必ず使った方が個人的にはおすすめなんですが、それがですね自動更新になるんですよね。途中でね更新月にやめたいっていうのも、毎月25日までに解約を申し込めばその月で、レンタル代が終わるっていうそうなんで、まあ、そこのところとかもねこうしっかり頭に入れていた状態で、まあ、2年後にちょっと違うのに変えるとか、そういう風にやる工夫が必要で、まあ、そういったのもちょっと覚えてないとダラ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 、使いがちになってしまうかなというのもちょっと考えられます。はい、ということでどんな時も Wi-Fi を使うべきではない、レンタルすべきではない人何点かご紹介しましたけれども、例えばいや肩書きとかで言うとブロガーですとかウェブのデザイナーさんですとか動画編集のエディターさんとか、そういった方はねやっぱりこれだけじゃちょっと到底賄えないですね。大きなデータの送受信というのがやっぱかなり遅い部分がネックになってくるので、そういった人には、まあ、これもちろん単体っていうのはやっぱ厳しいかなと思います。僕自身はですね何とかこれで乗り切ってやるんですけども、やっぱり個人的には光回線とか引いてしっかりしたルーターをね Wi-Fi ルーターを置いた状態の方がやっぱ家での作業は断然そっちの方がいいのかなと思いますが、僕みたいに基本的に家でちょろっと使うぐらいとか、まあ、カフェとか、そういった出先でたまに使うとか、他はあと全部仕事場とかでね、職場の方で、職場のルーターで全部賄えちゃうっていう人であれば、そんなに、光回線とかだとやっぱり固定費もかかってきますし、まあ、もちろんこれもかかってはいるんだけれども、外出先とかで結構使うっていう人であれば、まあ、これだけでも一応十分かなっていうのは、前回の動画でもお話ししたようにお伝えしていますので、まあ、よろしければですね前回の動画どんな時も Wi-Fi を半年使ってみた正直な感想というのをまとめていますので、まあ、そちらも合わせてご覧いただければなと思います。はい、ということで以上本日の動画でした。参考になったりとかしてね少しの興味あったりとかしたらですね、高評価ですとか、まあチャンネル登録してくれると嬉しいですし、まあ、こちらのですね、SNS ブログ等もですねぜひ、見ていただければとても嬉しく思います。最近ねブルーライトのレンズを買いまして、これを買ってからねほんとパソコン作業楽、決してカラーグラス色眼鏡を部屋でつけてるわけではございません。それではさようなら。 Thank you.